パーティーナイトは、ダンステリアは、2011年のアメリカ合衆国のレトロコメディ映画。監督は、マイケル・ドース、出演は、トファー・グレースとアンナ・ファリスなど。エディ・マネーの代表曲、Take Me Home Tonight をモチーフとした作品である。日本では、ビデオスルーとして、2011年11月2日に、DVD が発売された。1988年のバブル時代のアメリカ。 マットは、マサチューセッツ工科大学を卒業したが就職できず、レンタルビデオ店で、自堕落なバイトの毎日を送っている、ごく普通の青年。彼は、ある日、偶然にも店を訪れた、高校時代に片思いだった、女性、トーリーと再会する。マットは見栄を張り、米国の一流金融企業、ゴールドマンサックスで働いていると彼女に嘘をついてしまう。 引っ込みがつかなくなった彼は彼女も出席するパーティーの夜に親友のバリーとある暴挙を企てる。ロッテントマトズによれば113件の評論のうち高く評価しているのは27%に当たる31件にとどまり平均で10点満点中4.56点を得ている。メタクレティックによれば28件の評論の内高評価は5件。 賛否混在は15件、低評価は8件、平均で100点満点中42点を得ている。恋人同士の役を演じたアンナ・ファリスとクリス・プラットは、実生活では夫婦である。ありがとうございます。